センターに尾形、そしてライト前田です。1回の表0点です。考えてると思います。まあ両チームともですね、これはいい球出して0点に抑えています。これはどうでしょう、レフトフライ、ほとんど定位置です。バッターは春。福島さん、はい、横浜ベイスターズってのは、だから打線が切れちゃうんですね。そうですね、そこへ持ってきて今日は6番ですからね、監督にしてみれば、はい、多少の打線のこう入れ替えですね、はい、そういうのも考えないことはないと思うんですよ、似てるってことなんですね。あ、なるほどね、はい、そうじゃなきゃできませんもんね。そうですね、はい、外角ストライク迎えながら0点。この回2アウトランナーなし。バッターはセカンド、いい当たりでしたが正面です、戸梨のペレス、はい、最近5試合は2割3分8厘、ホームランは1本。ジャイアンツの斉藤から初球どうでしょう、三塁を追っているショートか三塁か、追いつくさーと難しいんですよ、ね、あのね結構ね圧迫感ありましてね、その距離感っていうんですか、ワンツーライトの方はいいんですが、じゃあもう早くホームベース行きますとですね、感じますからそれは。はあ、じゃあ椅子がグリーンかなんかのピンフラッグ、はい、黄色とかオレンジっていうのがすごく近く見えます。はあ、い、はい、あ、そうですか、はい、西山ちょうど、はい、今日は解説は福島久明さんです。で僕あのここまだ右の方がいいじゃないかって最近の打率も2割に達していません。ピッチャーは横山、1割8分8厘というバッターの佐伯、今シーズンまだ長打が出ていません。ホームランはおろかツーベースヒットも出ています。いいコースです。バッターの佐伯です。直接とかそうですね、だいたい性格というのは分かってますから、はいはい、だから早くサインを出して、この横山も比較的テンポのいいピッチャーです。2&2バッター佐伯です。僕プロ野球の選手としては普通の中型のピッチャーです。しかしボールはほとんど速球は140キロ以上を出しています。バットファウルは23歳5年目。まっすぐ多いですねこのピッチャーはね、でも、はい、悪いですけどね。